本日はこの日本における社会的インパクト投資の現状という、まあ、レポートを皆さんすでにお読みになられているかとは思いますけれど、結構読まれる方の業界だったりとか立場とか考え方によってその解釈が変わったりとか、いろいろな解釈があるかと思いますので、まあ、そういったところの理解をまず促進していただくことと、この社会的インパクト投資市場というのを拡大していくために、まあ、どういったことができるのかなというところを皆さんで考えていただくための場として今回開催しております。社会的インパクト投資の普及を考えるにあたっては、やはり定義をどうするかを、定義をもうちょっと明確化する必要があるのではないか。で、社会的、さっきコーチさんが言ってた通りですけど、社会的インパクト評価までしているっていうふうになると、日本はかなり数が少ないので、それはやってなくてもその社会的インパクトを施行していますっていう明言があれば今回は入れるっていうふうになってます。逆に言うと、社会的インパクト投資、社会的インパクトファンドとかっていう名前がついてたとしても、そこにちゃんとこの団体のどういうふうな、基準でどういう社会的インパクトがあるっていうことを明記してないのかなって思えるものは、今回はあえて入れてないっていう、もしかしたら入れられるかもしれないけれども、今回は入れてないっていう。ないですし、時間軸でもう区切ってるわけでもないですし、規模の大きさで区切ってるわけでもないんですよね。簡単に言ってしまえば、本当に、まあ、経済的な利益を重視しているというよりは、まあ、社会的な利益を重視している投資という、まあ、シンプルなんですけど、すごい概念的なものなんですよね。なので、じゃあ自分にとって の, その社会的っていうのは何なのかとか、インパクトは何なのかっていうのが皆さんの中にあるものなのかなと思っていて、単純にじゃあ福祉業界が我々の方でこういった業界だったりとか、何年までのものだったりとか、規模いくら以上のものまでみたいなものを定義してしまうと、逆にそれがまあ市場の成長だったりとか、いろんなものを限定してしまうので、そこまで定義付けしようとは思ってはいないところではあります。日本で自分たちの社会っていうカテゴリーの中でどういう問題があるかっていうことぐらい定義付けをしないと、エンバイロメント、ソーシャル、ガバメント、ガバナンスに、まあ、重点を置いた投資っていう意味で、まあ、社会的インパクト投資とは今回市場を設定するにあたってちゃんと分けて考えてるんですよね。というのも、一つその ESG 投資っていうのは、まあ、機関投資家がすごいお金を今入れている、拡大している市場なんですけれど、要は経済的なリターンを第一の目的とした上で、その上で社会性もちゃんと見ていきますよと。社会性も見ていくと、長期的に見ていけば経済的にもリターンが最大化していきますみたいなところを着目した投資っていう観点で、ESG 投資は今回社会的インパクト投資からは外しています。社会的インパクト投資に関しては、経済的なリターンを第一とするんではなくて、社会的リターンを第一の目的とした上で、経済的なリターンも、まあ、同時に実を目指していくというようなところで、まあ、何を一番の優先順位に置くかみたいなところで分けているところ。社会的リターンというとすごく広い範囲を含むので、イメージができにくい、一部の意識の多分ある人にとっては多分こういうのが社会的リターンだっていうのはあると思うんですけれども、一般の人に広めていくには、そのどんなことが具体的に社会的リターンだよっていうのをもっと広めていく必要があるのかなというふうに感じてます。今回市場を算出するために、社会的インパクト投資とは何かみたいな定義をちゃんとやったんですけれど、本来であればその ESG も、まあ、普通の株式投資も、社会的インパクト投資も、寄付も、ベンチャーフィランソロピーも、全部まあシームレスにつながっているものだと思うんですよね。ここからここまでが社会的インパクト投資だ、ここは違うみたいな住み分けではなくて、皆さん一人一人がより社会的にいいことに対してお金を出していこうみたいな意図を持つことが、まあ、この社会的インパクト投資市場の拡大にもつながっていきますので。